以前マフィンを紹介させていただいたカインズで売られているフィナンシェと、なんですね、これなんて読むか書いてあったんだけど忘れちゃったんです。お、焼き菓子を食べていきたいと思います。どれも美味しそうですね。まずはこちら、なんか黒糖チーズ味の、何なんだろうな、また調べておきますね。それではオープン。はい、このように表面にフルーツらしきものが乗っていて、バーッと開くと中身が出て、なんだろう、パウンドケーキのようにも見えますし、なんて読むんだろう、ほんと自分で紹介してて気になってきたけど、今は食レポに集中します。いただきます。あの後調べてみたんですけど、名前が出てこない。店舗によって扱ったり扱ってなかったりするメニューなのかな。だけどしっとりした生地とシュワーッと広がってくる甘さやほろ苦さが本当に癒しを届けてくれる美味しいスイーツになっているなぁというのが私の感想です。美味しいですね。さあどうするかなぁ。で、どうするかなって食べていくんですけどね、シュワーッと広がってくる甘さが本当に最高です。あなたを近くのお店があったらぜひ食べてほしい。さて、でそれぞれの味について詳しい説明はというより感想はこの後すぐに言います。ごちそうさまでした。最初に食べた黒糖チーズ味は黒糖の優しさと強さを同時に感じられるような甘さが口の中でブワッと広がってきて美味しかったです。チーズはあれどこなんだろうと思ってしまいましたね。なのでチーズ目当てで食べるとちょっとがっかりされるかもしれません。反対に黒糖の強さと優しさを感じる甘さが好きなのであればぜひ食べてほしいです。で次、ちょっとこっち、じゃあこちらプレーンのフィナンシェ。あ、サクッと噛み切れる生地とホロホロ崩れていく食感、そしてあっさりとした味付けが美味しかったです。ただシンプルすぎるので何かつけてもいいかもしれないですね。で今回3つあったんですけど、前回のマフィンの時と同様にセット販売だったのでプレーンが2つ入ってます。で次に食べたこちらのバナナチョコは、噛んだ瞬間に生地の中からバナナの優しい甘さがふわーっと広がってきて、身だけでなく心も癒してくれるような味になっていました。一方でチョコは控えめですね。で次に紹介するフィナンシェのチョコも、どちらかといえばチョコはかなり甘めで、フィナンシェなのでグワッときますけど、そこまで強烈な味ではない。なのでスーッと優しいチョコに浸りたい時におすすめですね。さあでこの焼き菓子、最後に食べたこちらの抹茶大納言は、抹茶のほろ苦さが口の中にふわっとくるので、甘いだけではちょっと物足りないという人におすすめ。チョコのコリッとした食感もあり、和と洋が見事に融合していて、一番今回食べた中で美味しかったので代表として4点とさせていただきます。それでは流れ見て約束するけり再会に。誰が来てるんだったらまず逃げないといけないと思うんですけどね。というわけで今回のカインズの内にあるカフェブリッコで売っている焼き菓子6品を食べてみたと思います。やっぱ5種6品か。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけるととても嬉しいです。では演武終演。